のハウトゥーナビは、簡単コンパクトな新聞受けラックの作り方を紹介します。はじめに材料と道具の確認を行います。使用するのはプリントベニヤ白 910×600×2.5mm、 モールディング 1×15×900mm、 スリムハンガー、金槌、ノコギリ、メジャー、両面テープ、ピン 1×25mm 4個、マイタックラベルです。ノコギリを使用し、プリントベニヤを 330×400mm へカットします。スリムハンガーのフィルムを剥がし、プリントベニヤに接着します。モールディングを 400mm にカットします。これを2セット用意します。各モールディングの外側片面に両面テープを貼ります。1つ目のモールディングはプリントベニヤの下へ直接貼ります。プリントベニヤにピンを4箇所固定します。ピンの目隠しをするためにマイタックラベルを貼ります。もう一つのモールディングをあらかじめ貼ったモールディングへ両面テープで固定して完成です。いかがでしたか？簡単新聞受けの作り方、ぜひチャレンジしてみてください。